タイルを作るときに、はい、気をつけてるとか工夫してることってありますか、はい、こういうふうに映してほしいなっていうことか、はい、大体なんかあのコンテストの審査とかでも一緒なんですけど、やっぱこう一面性になるじゃないですか、急に。で鏡も一緒なんですよ。だからお客様が喜んでる状態でその動きが出てるっていうのが、あの前と後ろの要は髪の毛 の、 あの高さのズレとか、あの要はここにあるのかここにあるのかが、こっちとこっちで奥行きが、要はその奥行きにズレがあったりとか、髪の毛にズレがあると髪の毛が動いてるように見えるんですね。だからなんかあの余白が3ポイントあって、なんかそのあれですね、やっぱ僕の本みたいになってきただけど僕も本3冊出してるんであのここの余白があるじゃないですか、まずで、まああとまあ簡単に言うと2個ですね。ここに1個余白があって、この余白にどう髪の毛をずらして置いてあげるかっていうのと、もう1個はここにスペースがあるじゃないですか、これも余白なんですけど、ここに髪の毛をこのスペースにどれだけデザインをするか。だから2個目の写真がすごい分かりやすいと思うんですけど、髪の毛のこのスペースに面白いものをいっぱい置いてるんですね。で結構美容師さんたちがやりがちなのが、ペタンってここがもうペタンってなってるのにここだけ動いてるみたいな、このスペースがすごく大事で、最後、まあこれもあんまあれなんですけど、最後がこうトップなんですけど、トップがちょっとこう自然にあのずれてたりすると髪の毛が生きてるように見えるんですよ。だからこの3つがすごい大事で、意外となんかそこができてない人たちが多くて、そうするとなんかこう髪の毛だけが主張してるというか、なんか不自然なのに自然っていうのはこのバランスっていうのが、意外とそれがすごい大事な気がしますね。あとやっぱりあの佐藤さんとかだともうすごいあの写真が上手なんであの大丈夫なんですけど、あのカメラマンさんによってはその角度で撮れない人がいるんですよ。例えばスタイルが平面になって撮れなかったりとか、絶対になんかこう写してほしいとか写らないとことか、たまにもうゆったりもする時あるんですけど、もう少ししゃがんでみたいなとか、けど究極絶対ここかあと1点かしかないんですよ、自分が見てる。そうです。でその可愛いところか、もう1点あって、カメラマン上手な人はそのもう1点とかで撮ってくれるんですけど、なんかそのもう全く見当違いのところだとやっぱ言った方がいい。そうですね、見せてもらえない場合は。そうですね、だから撮れない方にはやっぱりもう逆にもう本当に撮れない、ファッション誌で本当に撮れない人とかはもうショートかボブを探します。だから絶対映らないので、佐藤さんみたいにあそこの部分取ってくれないから、もう本当にペッターンで、多分男性が陥りやすいんですよね。カメラの話になってますけど、男性が結構やっぱこう上から撮りがちだったりとか、結構なんか男性目線の撮り方が結構あって、なんかそこで髪が全部死ぬ時もあるんで、割となんかそういうところで言うと、多分美容師さんとかは最初からこれを持つのもいいんですけど、佐藤さんの本とかあるとめちゃくちゃ勉強になって超いいと思うんですけど、やっぱその最初先ほど言われてたあの iPhone とかそういったところで、なんかその画角とかカットが上手くなるまで、なんか髪の毛を触ることをなんかにも重点を置いた方がいいかなっていう。カメラを押すことに重点を置くとこっちとのバランスができてなくて、結局なんかこう現像したりなんかすると髪ができてないみたいな、けどなんかずっとカメラマンになっちゃってるんですよね。だからなんかその俯瞰した美容師の目線っていうのをやっぱこう養ってない状態でカメラ行くと多分カメラマンになっちゃうっていう。でやっぱりその本当にこういう上手な方と、あとはやっぱ可愛いモデルさんをずっと切ったりやっぱこう写したりすると、あの決まってないポイントが分かりやすいんで、なんかそれをなんかこう見つけるっていうのが大事かもしれないです。そうか、写真が上手になったところで実際きちんとしてなければ意味はないわけですね。はい、もちろん。そうですね。そりゃそうですよね。はい。美咲さんご自身で撮られる？いやなんか僕も撮ってた時もあるんですけど、はい、やっぱなんか上手な人たちいるじゃないですか。だからなんか上手な人たちに撮ってもらった方がいいなっていうのはありますね。はい、はい、自分のそのスタイリングカットとかの、はいはい、する方法というか、
か、はい、そういう部分になんかいい影響みたいなのがありますか。あ、それは、やっぱこう足し引きとかそういったスタイリングの際の、あの映る部分映らない部分っていうのが、まあ、多分自分たちの尺度であると思うんですけど、例えば自分のスタイリングの 1点何倍が、あ、1点何倍映んないなとか、でなんかそういうののやっぱりこう式というか、そういった自分の中のものが出来上がるっていうのはやっぱカメラによってあるかなっていうのありますよね。やっぱあれですね、なんかだから上手な人いるから、自分で撮っていったらむちゃくちゃこっちに関してはプロじゃないからむっちゃ熱中しないといけないじゃないですか。モデルさんからしたらなんか気分あんま良くないと思うんですよ。シャッターが押されててどんどん顔作られて、そういうなんか空気感出来上がるとかじゃなくて、パシャパシャみたいな、であとはなんかその設定とかを悩んでたりするとか、でなんかその時間はもう、あとやっぱりインスタグラムとかでスタイルを上げる人たちが多すぎるんで、あんまなんか差別化できないじゃないですか。でなんか逆になんかそういう撮影、でかい撮影とかちゃんとやれる人は、あの違うことのした方がいいかなっていう差別化っていう意味でも、そうですね、もうちゃんと本当に上手い人にやっぱ撮ってもらうっていうか、うん、でやっぱり自分のスタイルって自分で撮ったやつとかあげないので、佐藤さんとかやっぱりいろんなフォトグラファーさんが撮ってくれたやつをあげるから、やっぱなんかこうパッてあげた時になんか全然違うなっていうのが、でも自分で撮ってたらなんかまたわけわかんない感じだと思うんですけど、たまに美容師でぶっちゃうまい人いるんですけどね。はい、なんか信じられないぐらい上手い人いるんですけど、けどなんか難しいですよね、何屋さんか分かんなくなってどっちが本業なのか。そうですね、けどなんかすごいいいことですけどね、やっぱサロンにやっぱ一人そういう人がいたりとか、まあ、みんながそういう風にやっていくと、モデルさん自体もやっぱこう可愛い写真を残したいっていうのがあると思うんで、僕とかはちょっと特例というか、なんかそういうパンフレットとかいろんななんか僕を利用するあの価値があるから多分来てくれるんですよ、うん、けど究極言ったらそんな雑誌の撮影がなかったら、多分これが上手くなかったら多分そのサロンで行っても可愛く撮ってくれないわけだから、世の中に出るものを考えると多分難しくなってきますよね、うん、モデルちゃんによってはだってもう全然顔違いますもんねなんかショートの子とかでもうめっちゃセミナーとか来たらこんなになってるのに、自分のインスタだとこうなってるんで誰みたいな、うん、これは全然あの上げちゃって大丈夫なんで全部大丈夫です、はい、絵の具のやつも大丈夫なんで、はい、まあ、もちろんサロンモデルさん、はい、普通のモデルさん、はい、こう意識としては変わらないというか、スタイリングその作る時に、あ、そうですね、だから、まあ、結局カットで動かないってことは、あのお客さんがやらなくちゃいけないことになるんで、なんかそういったところで言ったらやっぱりその簡単にそれが動いているとか、でそこを見せたりとか、だからやっぱり紹介とかもだいたい1人のお客さん来たら6名以上はやっぱこう紹介になるので、だからそういうのとかも、でも今3ヶ月ぐらいまでやっぱ予約待ちみたいになってて、けどなんかそうですね、やっぱり自分のところに来たらなんか本当に魔法かかったみたいな、それが感じてもらえるんで、で多分紙面を見ていやいやいやっていうのがないんですよ。同じことがお店で行われるから、だから満足されるっていうのが、まあ、切ってるっていうのが一番なんですけど、そのモデルを使ってても切ってなかったら絶対そのカットはできないじゃないですか、結局は。だからやっぱカットってやっぱすごい大事なんで、そりゃそこ動くは俺が切ったしってなるんですよ。なるほど、うん、だからもう逆にモデルさんとかで切れないとか、まあ、たまにいるんですけど絶対使わないですよね。だってもうこっちパリコレとかあのファッチの表紙とかやってる子も切ってるのに、お前ってなるんですよ切らせんかいみたいな、何みたいな、全然いいけどみたいな感じで、だからもう断りますね。でそれはもう自分のなんか自分がやったものじゃなくなるんで、はい、そうか、そうですよね、はい、私の方がもうできてるケーキクリームの、はい、みたいな、あ、そうですそうです美容師さんによっては全然多分いっぱいいらっしゃるんですけど、けど僕はやっぱそういう感覚がすごくありますね。それじゃないとお客様にやっぱ嘘ついてたりとか、まあ、カメラはこんな上手に撮れないですけど
なんか、はい、すごいあのいい美容師さんとかあの川端武さんっていう方とか仲良くて、うん、なんかやっぱ仲間が結構いていいカメラマンさんがいるんですよ。で僕もやっぱいいカメラマンさんの仲間がいて、けどなんかその時にやっぱこう持ちや持ちやっていうのをすごくやっぱ感じる機会がすごくあるんで、まあ、この本やっぱ通してあれですよね、すごいむちゃくちゃ勉強になりそうだなって思って、うちの嫁さんですらむちゃくちゃいい本だねって言ってて、絶対だから美容師さんからしたらやっぱ知りたいことがたくさんあるから、うん、まあ絶対覚えておいた方がいいはいいですよね、うん、そうですね。なんか佐藤さんがどういうところを気にして取られてるかとか、はい、まあ、こんな風なポイントで何かこう撮ってるとか、ここを見せてあげたりとか、うん、そのスタイルがそれぞれ違う撮り方をすると光の使い方とか、はい、あと多分モデルさんに対しても美容師さんに対しても気持ちいい空間を作ってくれるっていうのがすごい大事ですよね、はい、たまにむちゃくちゃ高圧的にあのモデルちゃんに当たる人とかいろいろいますいます、なんか、はい、もうちょっと笑えよとかいう人とか、動きすぎとかいう人とかいたりとか、あんまりピリピリする現場だとできないですよね、泣きそうになってる子とかいますもんね。そうね、後輩ですね。プレゼントの美容師さんの写真をあのこれから上げたいのに、はい、あのまあ、両者で機材周りじゃなくて、はい、あの本当に簡単に撮れるようなのをちょっと利用してながら、はい、これ絶対売れると思いますね。めちゃくちゃいいですもんね。ちょっとなんかセミナーやるとき僕呼んでくださいね。あの作る側の方で本当に思いました。絶対売れると思います。これはめちゃくちゃいいですもん。なんか想像以上にいろいろな工夫とか、うん、はい、普通のポートレートの撮影の現場でも、はい、全く今まで気にしてなかったことを、うん、あの佐藤さんは気にしてるので、はいはいはい、普通の人物撮りの人も、はい、発見は結構多いなって。確かにそう思います。新たなポートレートの撮影も確かに、なんか、うん、みんなの役に立つと思って、うん、はい、ありがとうございます。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 